顔が腫れたた状態で死亡していた男性、事件の可能性もあるとみて調べています昨日午後10時半ごろ名古屋市中区新栄1丁目のマンションの一室で人が死んでいるなどとこの部屋を訪れた男性がパトロール中の警察官に伝えました住人でフィリピン国籍のペレス・レイナルド・トンゴさんがベッドでうつ伏せに亡くなっていて顔が腫れた状態だったということです 部屋に荒らされたような形跡はありませんでしたが、警察は事件に巻き込まれた可能性もあるとみて調べています。